でもローズまだ1歳になる誕生日のことだよね。これ私の部屋。ローズ見てごらん、このベッドがローズが生まれたところだよ。そういうのやめよいやすごくいい話の時にそういうこと言うのやめよ。あ、これは、あ、ほらローズ、これもうすぐに小さくなるな。ちっちゃな服、こんなの着てたんだ。ちっちゃかったね。置いてあったね、これ最初から。子供の成長って早いな。ずっと見ていたい。ベッドがすごくちっちゃい。懐かしいね、一番最初の。あと、あ、これもある。どちらかというと、ローズはパパにかな。似てる。私幸せそう。あ、引き出しの鍵。引き出しの鍵。あ、ここか。ちょっと待った。2月2日はローズのハーフバースデーだ。あ、半年か。あっという間の半年だったな。この瞬間の気持ちを記録しておきたくて手紙を書いた。少し感傷的になったかもしれない。誰かに見られたら恥ずかしいから、今は棚の引き出しに入れておく。これなら見つからないだろう。鍵はお気に入りの写真の裏に隠しておくか。あ、で、ここが。はい。なんて書いてある？誰からの手紙？何か？バースデーカード。ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見たときは子守唄を歌おうか。不安なときは抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで、パパより。イーさん。お前は愛されてない。あ、後ろにいた。エブリン。マイケル、マイケル助けて。マイケル。エブリンもいるのか。何、エブリンは焼き餅？焼き餅なの？まだ続く？ねえ、知ってる？何かな？お前が欲しがっているものはここにはないよ。なんだって？じゃあ、浄化結晶は持ってないってわけ？わ、ここにあるわけないでしょ。あ、ここあれか、書斎か。それには深く潜らないと。もっともっと。あ、真相真理。かわいそう、また騙されちゃって。どうしてこんなことするの？誰もお前を愛さない。一人ぼっちで死ねばいい。一人ぼっちで。やばい、ドゥルドゥル出してくる。おしまいだ。ちょっと待った。この家ごと飲まれちゃえ。こっち向いてたってことはこのルート。私は先だったのに。なに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 。あ、あれ、イーさんより先に会ってたってこと？お前が選ばれたんだ。一体何を言ってるの？どうして？どうして？どうして？やばいやばいやばい。あれ、ここじゃないの？ミヤに連れてかれる。え、待って、今のは何だったの？ミヤの要素どこにあった？はい。ミヤの要素どこにあった？え、今そのドアが開いたんじゃないの？もうこの家ごと飲まれちゃえ。それさっき聞いた。私が先だったのに。そうだね。先って先にイーさんに会っていた。あ、戻る。どうしてお前が選ばれたんだ？
一体何を言ってるの。こっちだ。お前なんかびっくりした。どうしようもない出来損ないのくせに。なんだって。だから一体何のことよ。どっちがルート。こっち。あ、違うわ。あれ、いけないわ。あっちだった。抜ける、間に合う。よし。これはホワイトセージ。欲張りは嫌われるよ。なに待って。それでこんなに友達を用意してあげたのに。めっちゃダクダクされるんだけど。これこっち。ねえ、どこに行くつもりなの。いや、私にもわからないです。ほら、お前の家族だよ。どれ。そんなのやめてよ。いや、いっぱい来てる。死ね、死んじゃえ。いっぱい来てる。やめよー。いっぱい来てる。クレームからいっぱい来てる。やばい、ここにもいた。やばい。もうない。危ない。ふう。私が愛されるはずだった。やっぱエブリンはイーサンとミアに、だからみんなが死ぬの。お父さんとお母さんになってほしいんだね。離して。何？あ、エブリンも。やめろ。どうして私の邪魔をするんだ。あ、連れてった。ちょ、ミヤは出てこられたんだね。危ない。デロデロの。油断するな。武器持ってないんだよな。エブリンが原因。エブリン、あの子のこと。ふふ。セーブ。おセーブ。このままでは館から出られない。ふふ。どうする？じゃあどうする？君の力であの子を抑え込め。エブリンが弱ればもっと協力できる。待って、力で抑え込む系苦手なんですけど。なんかエブリン倒した時もすっごいなんかできなかった気がする。あ、フラスク最初からちょうだい。最初からちょうだい。君ならできる。気をつけていけ。やっぱ勝負かな。ここからは出られない。ずっと危ない危ない。しゃがんで隠れる。 OK。 こっち、隙ができるまで待って。私はずっといい子だった。大丈夫、力を使え。あ、こう。はい。これの繰り返しでいい？みんな死んだ。あ、違う。そこじゃない。私を愛してくれると思ったのに。なのにみんなローズってそればっかり。ふん。2回打ったら1回できる。ここで死ぬんだ。お、足元に注意しろ。あ、そういうこと。お前さえ生まれてこなきゃ私が愛されてた。ふん。ほら、近寄るな。ふん。あ、あれある。こんなのおかしい。やばい、来る。あれが、あそこにも特別なのは私。やばい。こうか。出来損ない。会いたい。
けるいける。ありがとう。ふチャンス。いない。逃がさない。こっちだ。ふあ、なんか無限にだった。やめろ。どう？いけた？私やっぱり失敗作なんだ。泣いてんの。いや、エブリンずっとかわいそうなんだよね。だから誰も愛してくれない。どういうこと？近づくな。怒ってる怒ってる。これは全部お前のせいだ。なんかエブリンは助けてあげられないのかね。お前なんてもういなくなれ。いやー、どうぞ。危ない。イーサン、諦めるな。結晶を見つけろ。最後食らってたけど。イーサン、このローズが着てるやつもさ、イーサンのやつかな。それとも似せて着せてる？あの最後に渡されたやつ。エブリン、エブリンを何とかしてあげたいんだけど。ここは？マイケル、どこなの？マイケル？ローズ危ない！ふんふん、聞いたことある声。私をかばって離れちゃったんだ。この声は…うんうん、父さんの声。やっぱ覚えてる？マイケルは…父さん…まあ一番最初から思ってたんですけどね。結晶を見つけろ。イーサン、やっぱ記憶の中に残ってるってことかな。助かったのね。エブリンと同じ感じで。必ず結晶を見つけなきゃ。それでだ。ここはどこ？これあの雪山の道のとこだね。でも先に進まないと。あ、ある。ちょっと待った、あの集中しすぎて。今何時間やってる？2時間半。あれ、ファイル切ってないわ。ちょっと録画ファイル分けるね。うーし、録画ファイルも分けてお手洗いにも行ってきた。危ない。ちびる可能性あるか。今回が怖いからな。あの、イーサン編よりも怖いかも。あ、三つ目の。めっちゃ見てる。一体なんでこんなところに？確かに。なぜ？あ、ハンドが。あ、戻ってきた。ふふん。また続くかい？あ、お人形も落ちてる。ふんふん、ハンドガン手に入るということは戦うということ。そうだね。わあ、すごい。この景色。あ、あそこにでっかいのできてる。ここまるでイボジのような。恐ろしいです。こっちかな。ここクリスで通ったからな。そういえば、あ、ここじゃないか。わ、あれはローズ。何、影のローズと戦うってこと？シャドウだけにカラスが牙をむく。何なの？お友達じゃ。カラスはお友達じゃ。あ、でもあれだわ、なんだっけ、トロフィーじゃなくて、あれを取るためにカラスを撃ってしまったからな。みんなレコードを埋めるために。城で見た時と同じ。わあ、なんかいっぱい絡んでる。怖っ、口のとことか。
あ、口じゃないわ仮面でした、銅のいろいろお城で見たやつが落ちてる。うわうわー、勘弁。うん、どう、よしよし、見ました？タカパが投擲武器を使うなんて。おし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 、うー、駆け抜けられるんじゃないかとも思うんですが、ローズの姿してる、ローズの姿してる。あ、わざわざ倒さないでこれも使えということ。あっち行ってんだ、一緒になっちゃう。あ、時間かかるね、倒そう。倒そう。今こそ使う時。逃れてる逃れてる、誰か逃れていった。やばい、倒しても湧いてくるの。どう、よし。あ、でもそうでもなかった、そうでもなかったが湧いてくる。それで、あ、深く行く感じ。結晶を見つけなきゃ。ちょっと待って、弾作ろう。あ、作れない、スクラップを失ったスクラップを失った。まあいい、回復は作れる。ゴリッテケゴリッテケ、クリアできればそれでよし。大丈夫、今ダメージ入った？アイテムはないか。うわー、倒す感じ。どんな感じ？あ、ネロネロから、あ、生み出された。ここで生まれていたの。ここで生まれてんの。降りる、大丈夫？あ、セーブあるけど。はい、ここに誰かいたみたい。ハンドガン、これは金婚は全ての生物の記憶を吸収するが、その内部にて展開される世界にはある種の法則が見られる。一つ、記憶は現実に忠実というわけではない。二つ、個としての意識を保つことができるのは生前より金冠王力を得ていたものに限られる。ここまでは生前より時折見える啓示からも推測が可能であった。肉体が滅び、私の全てが完全に金庫の中に入り込んだことにより、この驚異的な仕組みへの理解が深まった。私が長年生きてきたことは無駄ではなかったのだ。積み上げてきた膨大な記憶は金庫内でより大きな力となった。この力を駆使すれば他人の記憶に干渉することも可能だ。しかし問題も山積みだ。何より頭が痛いのは、大切なただ一人の記憶が無造無造だっけ無造無造に溶け込んでなかなか吸い上げられないことだ。記憶を抽出する際に受け皿となる器が必要となるだろう。となれば、それにふさわしいのは実績のあるローズマリー・ウィンターズしかいない。これミランダのだ。あ、そういえばこれ、これだ、父さんの声。人形たちに散々嫌なことを言われて落ち込んだ私を、マイケルが懐かしい場所に連れて行ってくれた。いつの間にか体が戻っていたことも不思議だったけど、着いた場所は私が昔暮らしていた家だった。それも記憶にないような赤ちゃんの頃暮らしていた家。そこかしこから私を大切に育ててくれていたことが伝わってくる。エブリンという女の子、人形だらけの屋敷で起こったことはエブリンとかいう女の子のせいだったらしい。どうしてあんなに嫌われていたのかわからない。結晶もなくて最悪だったし、やっぱり何があろうとこの力を捨てたい。
私は普通になりたい、友達が欲しいだけ。ふふん。降り注ぐ黒。マイケルは私をかばっていなくなってしまった。心細いけど、これまで協力してくれた彼のためにも結晶を手に入れないと。ここは明らかに今までの世界とは違う。黒くて大きな風船みたいなものが空にいくつも浮かんでいて、そこからたくさんのものが落下している。わけがわからない場所だけど、どこかに本物の結晶があるような気がする。探し出してみせる、必ず。ふふん。あ、イラストね。オッケー。一応セーブして、ハンドガンでなんとかなる。あ、ショットガン。おしおし、いっぱいくれる。ローズマリー・ウィンターズの完全な複製を作り出し、器とする想定だった。しかし何らかのノイズが入るようで、完全なローズの複製を作り出すことができない。現れるのは動く人形のような無力な抜け殻ばかり。これでは器として使えない。一体何が原因となっているのか、さらなる思考が必要だ。ノイズとなりうる要素としては、1、本人が存命であること。2、内部からの何らかの干渉。3、複製プロトコルの欠陥などが考えられる。どれも可能性としては低く、対処は困難だ。ローズ本人をこの世界に連れ込み、自ら器となるよう仕向けられたなら、それが最良ではある。追記、実験系廃棄物ともいえるローズの抜け殻、ここではコピーローズとする。も、何らかの刺激を与えれば、本物のローズと同じく機能し始める可能性あり、一縷の望みをかけ、コピーローズへのストレス実験を開始。本件は仮面の公爵に任せる。うんふん。あ、まだローズを器にしたくてコピー作ってたけど、まあ、本人ほどにはならなかったってことだよね。ただ精神的っていうか、あの刺激を与えて、ストレス与えたらローズに近づく可能性もありみたいなことで、仮面の公爵ね。あのデュークかな。この人、あれデュークって、もしかしてずっと私を見てたとか。デュークって公爵だっけ。あ、回復薬いっぱいある。ちょっといっぱいある。個人らの記憶を復元編集する試みについて、金庫内に保持された記憶から個人の編集および復元を試みた。没後時間が経ったものの記憶は金庫内に拡散し、他者の記憶と混じりゆく傾向にある。そのため特定の個人の記憶のみを抽出することは困難を極めた。今回は記憶の欠損部を他者の記憶で埋めることの可能性を検証した。結果、個人の記憶の寄せ集めから一人の人間をこの世界に作り出すことには成功。しかし想定外の挙動が多い仕上がりとなった。特徴的な顔面の欠損、視覚性が強く歪んだ人格、そしてなぜか見覚えのある風体。結論、編集は破綻が生じやすく、安定性に大きな問題があるようだ。器の作成には的な技術と判明。ふんふん。ああ、これはデュークのことかな。視覚性が強く歪んだ人格、なぜか見覚えのある。あと顔が欠損してるから仮面をしてるのかな。ああ、やっぱ記憶の中から作られたデュークなんだね多分。あのイーサンの時助けてくれたデュークとはまた別のデュークを模して作られた記憶の断片みたいなことなのかな。書いた人どうかしてる。難しいね。それで E さんもできたみたいなこと。個人の記憶を抽出する思考を繰り返すうち、この世界に想定外のゴミが紛れ込んだようだ。このゴミ、エブリンとかいう出来損ないの勝手な行動により計画に狂いが出てしまった。本来であれば今頃ローズマリー・ウィンターズは生への執着とその能力を全て捨て去っているはずだったのに。あ、そっちがやっぱ目的なのか。これはミランダが書いてんの？現在進行形？あのミランダがいるってこと？あ、ショットガン。これ戦うな。あのこれ戦うな。クパッとしそう、クパッとしそうだし、その先からも産んでるんでしょ。あ、産んでる産んでる、ローズすごい産んでる。ネロネロの戦うのですね。
あ、ここにもある。よし、ちょっともう一回セーブして、もう全部読んだかな。ない、ちょっと分けとくか、ここら辺で。なんか見落としてたらまた回収。これで終わりなのかな。なんかもう最後っぽいよね。どうなってる ?27 72、計算できなかった。戦うな。大丈夫かな。また力を感じる。すごく強い。結晶が近いんだ。あ、ここにもある。何か強い力を感じてここまで来たけど、もう動けない。目に入るあの青い光の先に求めるものがあると思ったのに、勇気を出してもっと早く来ればよかった。こんな風に動けなくなる前に。もうすぐだよ、マイケル。この紙を書いてるのはあのローズのコピーのここまで来れた子なのか、それともあれ、マイケル？マイケル？わあ、ここあれだ。やっぱクリスで来たことだね。あ、あそこにもあるけど、ここにヤギがいたけど。これは？満ち満ちて滑ったる黒き神よ、今こそ新たな世を作りたまえ。黒き英知による、英知だっけ、による恵みを再び授けたまえ。失われて散った愛しい子がこの地に落ちた血によりて、うつろの眠りから真に目覚め、すべからく救われんことを。ふんふん、やっぱこれ、どういうつもりでこんなものを。あれだね、自分の娘をっていうこと、復活させたいというそういうことでしょうか。